なんか最近でもブレイクの中で逮捕された人がいるじゃないですか。ラッパーもやっぱ逮捕されるぐらいのやんちゃしないとダメだよねみたいな。逮捕されるような事柄を歌うことを良しとされてる音楽がラップぐらいしかないからですかね。ラッパーって逮捕されたりとか、薬物中毒者だったりたくさんいるじゃないですか。で30、40になってもこう逮捕されたり出てきたりを繰り返してたりとか、ずっとその薬物のトラブルのただ中にずっといるやつの人生っていうのはやっぱり旗から見ると面白くて、でそういう人の赤裸々なラップはやっぱ普通じゃないんで面白いです。なんでラッパー異常に薬物逮捕率が高いのかっていうのが、ファンがそれを求めてる部分もあるんですか？いや、その逮捕を求めてるってことはないですけど、薬物で逮捕されるぐらいどうってことないじゃんって本人たちが思ってる節はやっぱありますよね。破天荒なキャラの方がファンがつくよねっていうので、無理して破天荒をやってるブレイキングダウンがちょっと構造としてやらかした方が得だよねっていう、その構造になっちゃってる気がしてて、で、最近でもブレイキングダウンで逮捕された人がいるじゃないですか。ただラッパーもやっぱ逮捕されるぐらいのやんちゃしないとダメだよねみたいな、ファン側のそういう無言の圧力みたいなのあんのかなと思って。ファン側からはないですね。まあもともとその逮捕されるような気質の人が好んでやってるっていうだけだと思います。どっちかというと。逮捕される気質の人がなんで好んでラッパーをやりたがるの？逮捕されるような事柄を歌うことを良しとされてる音楽がラップぐらいしかないからですかね。あ、そういうことを歌ってる人を見て、あ、かっこいいみたいな、それが評価されるんだ、じゃあ俺もっていうところだと思います。でもそう、尾崎豊さんは窓ガラス割ってた、校舎のガラス割ってたみたいなの、そのロックでやってたじゃないですか、はいはい、もうロックでもできるっちゃできますよね。そうですね。だからそういうオピニオンリーダーみたいな人が今はヒップホップっていうことだと思います。だから昔だったらフォークだったりとかブルースにそういう人がいたんだと思うんですけど、ロックの時代もあったと思うんですけど、今はそれがラップっていうことだと思います。なんで尾崎豊さんとか今野清志郎さんとかのロック的なのじゃなくてラップにみんな集約しちゃったんですか、そのやんちゃ系の人が。別になんか呂布さんもロックやってもいいじゃないですか。まあ単純に楽器を覚える必要がないっていうのと、これか、あと歌を歌えなくてもいいっていうのと、はいはい、音楽作んなくていいんだ。そうなんですよ、ね、だからアーティストじゃなくてもやれるんですよ、極端な話。リズムに刻んで喋ればよい。そういうことです、そういうことです。はあ、そうか、それなんだ。すごく敷居が低いんですよね。